ら個性的なので、あ、こういう個性でもいいんだとか思ってもらえたら、かなり刺激的なヘアショーになってるなって思います。狂気をはらんでるやつってかっこいいと思ってるんで、狂気を見せれればなと思ってます。ヘアショーって2年間本当になかったんで、眠れる獅子が起きるみたいな感動が始まったところのきっかけには絶対になると思うんで、そういうのができたらいいかなとは思いますけど、記憶に残るものにどうしていくかじゃないですけど、そこが究極のクリエイティブだなと思うんで、今もう情報過多なので、目は超えてるので、小手先のものは通用しないで、自分たちの表現できる全てをやっぱり見てもらいたいなと。普通オンラインで見れないようなことを見せます。楽しみにしておいてください。